今日はレガシーのタイヤ、スタッドレスタイヤに交換していこうと思います。ラバーペイントスプレーで塗装したホイールですね。もともとゴールドのホイールなんですけど、マットブラックになってますね。これを装着していこうと思います。装着するとこんな感じです。まああと3つやっていこうと思います。はい、4輪全部交換完了しました。まあもともとゴールドだったと思えないような感じですね。まあラバーペイントスプレーなので、ちょっとこう爪立てて引っかいたりすればもうすぐ剥がれちゃいますからね。鋭いもので引っかいたりとかしない限りは剥がれることないんでね。まあ普通に走る分には全く問題ないと思います。じゃあちょっと今日は、まあテスト走行も兼ねて少しだけドライブして終わろうかなと思います。まあやっぱりスタッドレスタイヤ乗り心地良くなりますね。硬い感じがなくなっていいですね。やっぱりなんかこうステアリングが軽いな、軽くなる。まあちょっとだけ海沿い走って終わりたいと思います。
今回ねラバーペイントスプレーで、もともと塗ってたんですけど、その上からまあ補修って感じで新たに重ね塗りしたんですけど、まあ、剥がれる気配も全くないですし、まあ、去年塗装したのも全く問題なかったんでね、まあ、先ほども言った通りこう爪で引っかいたりとかこう鋭いもので傷つけたりしない限り剥がれることはないんでね。で、まあ、もし色戻したいなと思ったら剥がせますからいいですよね、ラバーペイントスプレーは。結構そう掃除もしやすくて、スポンジでちょっと洗剤カーシャンプーをこう染み込ましてこう洗うだけで綺麗に落ちますので、タオルで拭かなくても自然乾燥みたいな感じで表面がツルツルしてないからマットなんでね。だからやっぱりホイールに上からちょっとコーティングしたりとかっていうのはちょっとできないですけど、スポンジで軽く洗うだけで全然 OK ですね。あとはタイヤなんですけど、雪はねまだ積もったりすることないと思うんで、この先雪降ったりしたら今度スタッドレスの性能っていうことでちょっと試してみようかなと思うんですけど、このスタッドレスタイヤ、Xアイスですね、ミシュランの、いつも冬履いてるんですけど、今3台 N1 と A クラスと、これと全部同じタイヤなんですけど、すごい効きますからね。僕はかなりおすすめのスタッドレスタイヤなんですけど、まだ先になると思いますが、雪積もってちょっと凍結した路面とかね、そういうところでまた試してみようかなと思います。今日はあっという間ですけど、これだけなんですけど、リクエストの方もね何個かいただいてるんで、来週またちょっとどれからなるかわからないですが順にアップしていこうと思います。今日はレガシーのスタッドレスタイヤ交換の動画でした。それではまた次回も動画アップしていきたいと思います。今日はこの辺で失礼します。